おはようございます。行徳のザリガニ親父ことバイリンガル YouTuber コミュニケーショントレーナーの高野文夫が、今日も行徳は弁天公園に来ました。ただいま早朝連行太極拳を終えまして、今日もいい日ですね。今日は6月は21日水曜日ですね。はい、これで3日ないしは4日ですね。晴天が続いてますね。梅雨とは思えません。はい、今週はですね、武士道の本を出しましたんで、その武士道の本の絡みでですね、武士道についてお話し してますが、評判悪いですね、武士道というのは。私の視聴率はですね、多い日は何百って、視聴者がついてくれるんですが、十数人しか見てくれてないということは、いかに日本は武士道がですね、廃れてるというか、興味の対象になってないかということなんですよね。まあ、武士道という看板でですね、世に出る、あるいはお話しする人がですね、結果的にはろくなことになってないからだと思いますね。まがい者の武士道語りが多いんですよ。はい、そういっちゃなんですが、私はですね、広西元信先生はじめ、昨日お話しましたが、船越吉仁先生、日本のですね、代表といえる武士の方に武士道を年々と習いましたんで、50年以上しっかりですね、マウス・トゥ・マウス、講伝でですね、その何たるやを教えてもらってますので、それなりにですね、正しい武士道を皆様にお伝えできると思います。今日はですね、中間点でおさらいを兼ねてますが、武士道7つの徳目のですね、1、2、3はですね、仁、義、礼です。仁、義、礼です。4つ目がですね、知なんですよね。知識を得ること。知、信、忠、誠とこうなるわけですけれども、今日は4つ目のですね、4つ目の知についてお話ししたいと思います。知というのはウィズドム、知恵なんですよ。武士たるものは文武両道でですね、学ぶだけではなくて武道もしっかりやりなさいという勝負の精神が重要なんですけれども、知ですね、知、これはまさにですね、私が唱えているですね、知、スキルをいかに上手に使いこなすかという、ナレッジですね、ナレッジをいかに上手に使いこなすかというナレッジがスキルなんですよ。ナレッジ、スキル、そして何のためにやるのかというビジョンですね。それがマインド、ナレッジ、スキル、マインドを統括してですね、五徳の足のように背負って立つのがヒューマンパワー、人間力なんですよ。人間力は日々家庭教育とかですね、いろんなところで24時間学ぶものが人間力です。はい、知、4つ目のですね、武士道の4つ目の知はですね、ナレッジ、スキル、マインド、ヒューマンパワーを日々学ぶんだということをやってたわけですね。だから武士の時代の映画とかテレビを見るとですね、武将の、普段いる武将はですね、まるで図書室みたいなところにいますね。まあ、中国から取り寄せた本とかを並べてですね、来る日も戦争のない日、戦いのない日は、あるいは武術の稽古の合間にですね、何しろ読み勉強したわけですよ。戦争の時代、特に江戸時代は、日本はですね、世界のどの国にも負けない南禅という寺子屋があり、各藩はですね、藩校、藩が運営する学校を持てたわけですよ。その教えるレベルがギリシャであろうと、イタリアであろうと、イギリスであろうと、どの国にも負けないレベルだったそうですよ。
だから明治維新の時点でですね、日本人の知力は世界一だったといいます。鉄鋼の技術、鉄砲を作る技術、刀を作る技術、世界一、まさにですね、武士の時代の武士道にはですね、世界一の人間を育てる勝負の精神プラス文武両道の知を重んじるですね、学問のスピリットがびっしりあったんですよね。もしかしたらですね、今の時代は文武両道じゃないですから、バランス取れてません。武士道のメインだったですね、武士の時代の方が本当の教育がなされていたんじゃないかなと私は思います。はい、今日は武士の7つの徳目の中の知についてお話しいたしました。さようなら。